どうもタブヤンです。このミュージック忘れられないですよね。うるせえやつら、ラムのウェディングベル、裏技ファミコン大全集。早速裏技いきましょう。たい焼きをね3つ取ると、上の階にワープできるということなので、試してみたいと思います。ただね、たい焼きを取るのがちょっと難易度が高いんだよねあのアイテムを3つ取らないといけないらしいですね。そのアイテムが出てこないんだよな。なかなかこれだ、アイテム1個目。3つ取らないとまずはねいけない。なんだこれ、なんか取ったぞ。あと1個。うわこれむずいな、これ絶対死ぬな。なんか敵が上からも降ってくるしよ。これはおっと、よし、いった。あ、アイテムじゃないのかこれ。上行って、あー死ぬか、やばい。なんか上まで来たね、屋上まで。あーやばい死ぬ、いやーやめて。これトランポリンじゃないの。あ、違うの。あれ、お、来たー。いや、クリアするのが目的じゃないんだけどさ何これ何これ何これ。あ、クリアしちゃったよおっと、久しぶりプレイでクリアできる。初めてだなこれ、クリアしたのいや、裏技見せたいんだけどね裏技ファミコン大全集なんだけど。え、ラムちゃん大人になるの。セクシーエレメンタリースクール。おー、ラムちゃんでかくなった。これでもう許してもらえるでしょうか、裏技出なくてもこれね、上からなんか炎みたいなのが寄ってきて、それより、あー何こいつアイテム全然出ないね。たい焼きどうなった。たい焼き3つ、相当難しいんじゃない。お、なんか出た、よっと。あ、怖い怖い怖い。あー死んだ裏技どうなってんの、裏技最後の一機、何あの猫みたいなの嫌だな、漫画で出てきたねあれ。うおー死ぬ、あの猫は倒せないんだえ、邪魔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 。おお、何何何何、ジャンプ失敗したよ。ちょっとジャンプ失敗、急げ急げ。あ、やばいやばいやばい、よしよしよし、急げ急げ急げ。タコ邪魔タコ邪魔。いや、クリアするのが目的じゃないんだけどね本気でやってしまってるこれ、面白いな。やばいやばいやばい、あ、なんかアイテム来た、アイテムアイテム取りたいけど、ちょっとエスカレーターアイテム3つ取るって相当ですね。あ、なんか出た。お、なにこれ、裏技じゃないこれえ、なにこれ、ああ
ボーナス面だったのかな。ということで新たな裏技発見ということで。あー死んだ。ゲームオーバー。あ、もう一機あんの。よし頑張って裏技出すぞ。あのボーナス面も裏技じゃないか。うん、ねえ、裏技ということで、あとはね、できるだけクリアしたいな。早く早く行って、邪魔邪魔。よーし、上行く。右か左どっち。あー邪魔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 。あ、邪魔邪魔、早く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 。あ、なにこれ、行き止まりじゃん。やばい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 。反対側反対側。急げー急げー急げー。あー死んだ。くっそー、ラムちゃん。ということで、なんかね、鳥みたいなやつを取ると、え、ボーナスステージに行けるという裏技表技かもしれないですけどね、裏技でした。本当はね、やりたかったのは、正直に言うと、あのたい焼きがね出てくるんですけど、それをね、3つ取るとなんかお助けキャラみたいなのが出てきて、でそのお助けキャラね、が敵をね、たい焼きにしてくれるんですよね。でたい焼きをそれで同じ回で3つ取ると、あの上と A ボタンでね、一気に上の階に行けるという裏技があるらしいんですよね。でもそんだけ苦労して裏技するよりもエスカレーター登った方が早いけどね。ということで、うるせえやつらラムのウェディングベルでした。次回の裏技でまたお会いしましょう。さよなら。